塩分お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと岡村さんに お伺いしたいんですけども、今期の、リーグとか順位戦を振り返って、はい、ご自身もいかがでしょうか。そうですね。ここまで、まあ、自身としては、まあ、実力以上の結果が残せていまして、まあ、一局一局丁寧に対局できているかなと思います。具体的にそのなんかどういうことが、丁寧だったなというか、ご自身の結果として良かった結果が出たのかな。はっきりは分かってないんですけれども、やはり順位戦は、戦後が事前に決まっていまして、まあ、持ち時間が6時間というところで、まあ、研究好きな面と、まあ、長考派である自身に、まあ、合っているところを、まあ、追求できているのかなというか、まあ、それをその自身に合っているのを活かせているのかなと思います。なるほど。で、その中で明日、勝てばという挑戦権獲得みたいな意地ですか、はい、その辺です意気込み、等々ありましたら、はい。そうですね、最終戦に、チャンスのある状況で、臨めることになりましたので、まず、まあ、それを何て言うんでしょう、まあ、楽しみというか、まあ、それが残って、臨めるのは、まあ、気持ち的には、前向きに戦えるかなと思いますし、まあ、とはいえあまり気にしても、結果がどうなるか分かりませんので、まあ、今までの対局と同様に、一局一局というか、その目の前の一局に集中したいなと思っています。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。 OK ですか。 OK ですか。はい、 OK ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあ、失礼します。で、あとは